た猫ちゃん、ハンホーモーハーマイのガリコール、オカミのチェイン、猫パンチ。この物語に意味なんてないのさ。何もわからない日常だっていいじゃないか。それが超今日で魔法学校卒業か。いろんなことあったな。うん、ほんといろんなことあったよね。縄文時代には、授業つまんないな。よし、旅行の本でも見ておった。今年のゴールデンウィークはベネチアに行くけど、何しよっかな。それにしても景色良さそうだな。はい、カリン君。はい、次のページを読んでください。運河をゴンドラという乗り物で渡りますと、何を読んでるんですか、カリン君。今日本史の授業ですよ。またやっちゃった。あれ、みんな笑ってる。これでよかったんだ。どなたさんかしら。今クラスで爆笑を取った人気者は私とバディを組むのよ。どうもチャイマイオニーです。もちろんいいぜ。カリの足を引っ張るなよ。どうもカリーポッターです。これがカリンちゃんとの出会い。そしてこの魔法学校では2人1組のバディを組んで、あらゆるテストにクリアしていかないといけないの。そして全てのテストの総合点数が満点500点、そのうち450点以上で合格でこの魔法学校を卒業することができるんだよね。でもね、カリンちゃんとバディを組んだのが私の大誤算。カリンちゃんはいつもどんくさくて、どのテストも赤点だよね。もうほんとチャイの見る目がなかった。バカバカ。だからこのままだと魔法学校を卒業することができないの。唯一卒業できる方法はあと一つ。それは最後のテスト。それはね、今はもう魔物が出ない悪魔の洞窟に入り、奥にあるキャンドルに火をつけ戻ってくる。このテストで98点以上取ることができれば、総合得点450点ギリギリで卒業することができる。私たちは絶対に諦めないよね。行くよね、カリンちゃん。もちろんだよ。腕が鳴るぜ。ちょっとそうやって腕を回さないで。それをやって毎回赤点なんだから。はい、ごめんなさい。カリンちゃん着いたわ。ここが悪魔の洞窟か。でも暗すぎて何が何だかわからないな。はい、これでろうそくに火をつけて。何これ、マッチだよね。おごれビアンゴチャビアンゴ、ちょっとちょっと、パルミターのベチャーノ。何、チャイちゃんも歌いたいの。なわけないよね。早くろうそくに火をつけて。あいあい、今日は大事な試験なの。わかってる。あい、うわ、ここが洞窟か。怖いな。